皆さんこんにちは、リリーです。今日はですね、こちらじゃーん、 YouTube 用にようやくカメラを購入しました。いやー、長いこと迷ったわ。ほんまこの1年ぐらいずーっとどのカメラがいいんかなっていうのを探ってたんですよ。候補を3つまで絞ったんですよね。一眼レフのカメラやったり、あともう一個はビデオカメラ、もう一個がデジカメタイプ。そう、この三つまで絞ったけど、こっから一つに絞るのが、それぞれ良き悪きがあって、迷うなっていうことで、実際店頭に行って、店員さんに聞いて決めようかなと思って行ったら、これがよ、ちょうど数日前に発売されたばっかりということで、超激推しされてて、で、気になったからこのお話を聞いてたら、もうこれほんまに YouTube にぴったりちゃうと思って、結局ですねこちらになりました。なので今日は初心者の私がなぜこれを選んだかっていうのを使いながら説明していこうかなと思います。はい、それでは開けていきます。中にはまずバッテリーパック、ほんでメインのカメラ、すげー、初やでこんなちゃんとしたカメラ、いやで、このモフモフ、でこれね、これだけで買ったら確か持ち手だけで1万2、3000円やったかな、するらしいけど、ちょうどその時はカメラだけやったら9万9000円ぐらいやってんけど、そうプラス4000円ぐらいでこの持ち手もつけれますよみたいになったんで、私はこれもセットにしました。こんなんなってて、後ろパカッと開けれるんです。ほら、おすげえ、ほら三脚にもなる、いいな。でここで動画の録画のボタンがあったり、シャッターがあったり、ズームがあったりですね、いろいろついてます。んで電池と、お、ケースもついてた。以上です。ちょっと充電しとこう。バッテリーいるのかな。後ろにオープンだったから、これを、パカッと開けて、バッテリー入れます。あ、メモリーカード入れなあかんねや。メモリーカードはこれにしました。ここ、コップマークみたいなのあるやん。この、コップマークの中に1って書いてるものもあれば、こういう3ってなってるものもあんねんけど、3ってなるやつの方が読み込みやったっけな、読み込みか書き込みがなんか早いねんて、だから早い方にしました。ちなみにこのバッテリー1個でだいたい撮れるのが30分ぐらいですって言っててびっくりしたんですよ。もうカメラ詳しい人からしたら当たり前やんって思われるかもしれないんですけど、カメラ知らん子からしたらね、30分って充電切れるって短すぎんと思って、じゃあこのカメラやめようって思ったけど、他のカメラしてもほとんど一緒ですよって、ビデオカメラとかにすると1時間とか1時間半持つものもあるんですけど、こういう一眼タイプとかデジカメみたいなやつは30分ぐらいと思っていただいた方がいいかもですっていうことでした。お出かけした時は長く回すことが多いと思うので、予備のバッテリーを買っとくことにしました。入れる。充電待ち中にあれや、三脚とカメラにつけるストラップも買ったから。ストラップはとりあえずこちら選びました。カメラのストラップを買う時のポイントとして、店員さんおすすめなのはここ、わかるかな？ここがパチって取り外せるものの方が楽ですよって言ってました。確かにこうやって首からかけてても、なんかパッて手に持って取りたい時っていちいちこう首から外すのもめんどくさいし、これやったらポチって取ってカメラだけで使えるなと思って、さすが店員さんですね、いいこと聞きました。で三脚なんですけど、三脚もめっちゃいろんな種類があったんですが、私は安くって、で室内で撮る、固定で置いとく用としての三脚が欲しいですっていう風に伝えたら、こちらおすすめしていただきました。ベルボンっていうもんかな、はい、ケースに入ってます。足は
あ、もうちゃうわ、全然違う今のと。感動。あ、入ってた入ってた。おまけにこの携帯挟むやつもついてました。ここからはカメラ初心者が選んだ、うわこれいいなっていうポイントをいくつか紹介したいと思います。まず一つ目、ボタンがめっちゃ少ないんです。こうやったら動画撮るボタン、カメラ撮る時のシャッターで、モードと電源のボタンで、あともう一個、これ後で言いますけど、このボタンだけ。後ろもめっちゃシンプルです。くるくるって回すところと、あとボタンがちょんちょんちょんってついてるだけ。で、この上の部分、マイクになってるんですけど、これね、超びっくりやったんですけど、横のとこトゥルンってこう外せるんですよ。外したらさっきのこのモフモフ、これをここにスライドして入れるだけ、ポチッと。マイクの上の部分がこのモフモフで隠されて、余計な音が入りにくくなります。これめっちゃいい。あの、他のカメラやったら、ほとんどのカメラは別売りでこういうのを買わないといけないんですけど、これはもうセットで売ってました。最高。今商品レビューモードをオンにしてみました。今まではこういう風に顔を隠して商品を見せるっていうのが主流やったんですけど、なんとこの ZV-1 はこのままポンと前に出すだけで簡単にピントが合うっていう優れものなんです。おー、すげえ。はい、今は美肌モードオフの状態がこちらです。ちなみに背景はボケになってます。じゃあオンにしてみます。はい、美肌モードオンにしました。どうでしょう、違う？モニターで見てる限りでは結構肌がチュルンと、なんて、どうやろ、ほらぐんぐんくらいのから、ぐる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 って回すと超明るくなります。人間でもいけるのかな。これ真っ暗の状態から明るくしていきます。今1000分の1、くるくるっと回して200分の1、30分の1、おーすげえ、8分の1、うわ消えるんじゃん、すげえ、4分の1、ここまで明るくなります。なので、暗闇で撮影しても結構顔の認識はカメラができるぐらい明るく撮れると思います。はい、ということでですね、今回は YouTube 用に初めて買ったこのデジタルカメラソニー ZV-1 のレビュー動画でした。まあ、言うてほんまにあのカメラ初心者なのでお伝えしてる部分は大まかなところなんですけど、いろんな方のレビュー動画を見たりとか、あと店員さんのお話を聞いててもやっぱりこれは優れてるらしいです。写真に超特化したとか動画だけに超特化したっていうよりかは、ほんまにこういう Vlog 専門のカメラなので、物撮りしやすかったりとか、商品にするときにピントが合いやすかったり、美肌モードがついてたり、自撮りがしやすくなってたり、マイクの部分がこういう付属品もちゃんとつけてくれてたりとか、ほんまにありがたい点ばっかりなので、これからね、このカメラを愛用していろんな動画をアップしていきたいなと思います。さあ、今回の動画ちょっとでもお役に立てましたでしょうか。もし良かったよって思ってくださった方で、良かったよって思わんでもまあ応援したるわって思ってくれはった方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。